ニンニンデイズ。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ルサオでございます。ニンニンデイズ実況プレイということでですね、なんと1ヶ月半ぶりの撮影でございます。うん、1ヶ月半ぶりの撮影だね。まあニンニンデイズそんなにね、頻繁にやってもそんなウケないだろうなってウケないだろうなと思って放置してました、ごめんなさい。多分なんだけど、ここで会ってるのかな、会ってる気がすんな。で、部屋に帰ってきたんですね。家に到着し、部屋の中に向かって呼びかける。しかし、スメリカの返事は聞こえてこない。おい、寝てるのか、こんな時間に寝たら後で寝れなくなるぞ。そんなことを言いながら、ん、脱ぎ、靴か、靴を脱ぎじゃねえわ、靴を脱ぎ部屋に入っていく。部屋は電気もついていなかった。もしかして具合悪くて寝たのかもしれないって思ったけど、ベッドには誰も寝ていないようだ。どこに行ったんだ。脱衣所にも風呂場にもトイレに入っている感じもない。そもそもこの家の中にいないのだ。フローリングのきしむ音が静かな部屋の中に響き渡る。いつもならスミレと俺の声が溢れて、フローリングのきしむ音なんて気にすらならないのに。あれ、なんかおかしいですね。なぜだか今日はそれが大きく聞こえた。ふとテーブルの上に置かれた神々に入る。あ、スミレ、これ帰ったんじゃない。これは時代劇に出てくるような横に長い髪を折り重ねた手紙だ。あー、ああいう棒ビレだったやつね。主様へ、そう書かれた宛名、間違いなくスミレが俺に当てた、うん、当ててしたためた手紙。ちょっと今日日本語難しくないですか、ニンニンデイズ。スミレ、言いようのない不安に襲われながらも、俺はスミレの手紙を読み始めた。これ帰っちゃったんじゃない、スミレ。主様へ。あ、なんか幽霊みたいになっちゃってる。透明になっちゃってるよ。はじめにちゃんとした挨拶もせずに出ていくことを謝ります。ん、どうしたの。ごめんなさい、急だね。あ、急でもないか。思えば主様との時間はあっという間でした。うん、俺割と長かった感じするけど。いろいろな人たちとの交流を通して多くのことを学ぶことができたと思います。あ、そうですね、私も視聴者とか他の配信者さんと交流することでいろんなことを学ぶことができましたね。ありがとうございます。それでもきっとまだまだ知らないことがたくさんある。うん、よろしくねよ。セリフ途切れちゃった。目をつむれば、うん、その情景が想像できるような気がします。スミレス、どこ行くの。私は主様とそんな時間をこれからも過ごしたい、そう思っています。あら、そしてずっと一緒にいたいと思っています。スミレ、俺もだよ、俺も一緒にいたいよ。なんならこのゆるゆるライフがずっと続けばいいなって思ってる。でもなんかこれ多分スミレお別れしちゃうんじゃないかな。これ俺は複雑な思いを胸に抱きながら最後の一文に目をかけた。だから絶対に主様のところに戻ってきます。戻ってきて、どうしたの。待っていてください。え、なんかこの一文で手紙は締められていた。え、なんかスミレあれなのか、戦いに行っちゃうとかってこと。どういうことなんだろうこれ。はあ、俺は手紙を途中まで読むと天井を仰いだ。女の子に告白されるなんて情けないな俺。まあそうだね。うん、死にかけ社畜、まあ、もうちょっと出てもいいんだぞって思うところはちょっとあったけどな。これからも俺と一緒に暮らしたいと思ってくれるのは心の底から嬉しい。ん？手紙を傾けた時、紙切れのようなものが落ちてくる。これ、手紙の間に挟まれていたのは遊園地で撮った写真。その中でもスミレが欲しいと言っていた俺とのツーショットの片割れだ。あの時避けたからな。もともとは俺とスミレ撮った写真だったが、矢を受けたことで二つに裂けてしまったことを思い出す。あ、そうだったね。そうだったそうだった。俺の写真はスミレが持っているのか。俺が持っているのはスミレが写っている方だ。再会したら二つを合わせて一枚の写真にしようってことか。ベタだね。ベタだね。嫌いじゃないよ、でも。スミレ、待ってるからな。おー。え、じゃあスミレどこ行っちゃったんだろう。でも里に帰ったってこと。あら、秋葉原。ふう、
スミレが家を出て行ってから月日は流れ、季節も本格的な寒さに向けて足を進めていた。寒っ。いい加減衣替えをしないと朝や夜は寒くて仕方がない。そんな気温の変化がより一層スミレが出て行ってから、そんな気温の変化がより一層スミレが出て行ってから時間が経ったことを主張してくる。なるほど。いつ戻ってくるんだろうな。あ、まだ帰ってきてないんだ。あの手紙に明確な日にちは書かれていなかった。部屋の中や街や、スミレのバイト先や、彼女と過ごした全ての場所の前を通るたびに、これまでの出来事が夢だったんじゃないかって思う。ああ、見慣れた通り道ですね。スミレと初めて出会ったところを通りかかる。あの日も今日みたいなバイト帰りに出会ったんだよな。いるわけないよな。また同じ場所に倒れていたらどんな風に声をかけてやろうか、なんて考えてしまう。うわ、切ねえ切ねえな。死にかけた畜生お前。切ねえな。いつまでもスミレを待ち続けたい。でも俺は近いうちに決断しないといけないことがあった。何？どうしたの？お見合いの話が来てんの？うわー、やっぱ苦しいな。いや、苦しいよな。確かにお見合いの話来てて、いつ帰るか分かんない女の子を待つか待たないかってなったら決断だよな。確かに。スミレが家を出て行ってから明らかに元気をなくした俺を見かねて、親父たちが秘密裏に進めていたことだ。急にお見合いって何考えてんだよ。いつでも俺のことを考えてくれてる親たちには感謝している。でも今回ばかりは本当に迷惑だ。お見合いの日まであと少し。もし俺がここで待つことをやめたら、楽しい夢で終わらせることができないかもしれない。いや、待つって決めたんだ。かっこいい。うん、かっこいい。それにこの写真がある限り俺はスミレを待っていないとな。あー、いいやつだな。死にかけ幸君、お前ごめんな、変な名前にして。ごめん、変な名前にして。スマホケースの間にそっと忍ばしているツーショット写真の片割れ、そこにはスミレが笑顔で写っている。この写真は夢じゃないと証明してくれるんだ。待ってあげてほしいな。確かに。ただいま。もちろん返事はない。分かっていたけどさ。明るい声と笑顔で迎えてくれるスミレがどれだけ心の支えになっていたんだろうかとしみじみ思う。まあそうだよな。確かに笑顔で迎えてくれる人がさ、家にいるだけでどれだけ重要な存在だったかって失って初めて気づくよね。辛いな。今にもスミレが出てきてくれそうな気がするのは、きっとスミレの存在がとても大きいものだったからだろう。それを実感するために心がえぐられる思いだ。お、帰ってきたじゃん。はいはい、今から晩ご飯作るから。なんで今俺はあんなこと言ったんだ。急に LINE 来たわ。何？ごめん、ちょっと LINE 途中なんか急に来てるわ。何？ごめん。え、おかしいな、スミレの声が聞こえる。ははっ、とと幻聴まで聞こえるようになったのかよ。部屋を見渡して、ほら、部屋の中のどこにもスミレはいないんだ。つら自分で言ってんのか。と思いかけた時だった。お、いるんじゃない、やっぱり。ベッドの上の小さな膨らみが静かに上下していることに気づく。まさか。俺は足音と当てないようにゆっくりとベッドに近づく。スミレ。ベッドで寝ていたのはスミレだった。彼女は俺の呼びかけに応えるようにゆっくりと、まぶたを開く。アルジ様。スミレ、なんだよな。リンクしちゃった。アルジ様。お、スミレ、お帰り。ベッドから起き上がり、俺の胸に飛び込んでくるスミレ。ずっと会いたかったよ。いや、こっちのセリフっすよ。そんな彼女を受け止めると、俺はスミレに負けないくらいの強さで抱きしめた。あー、なんかエッチ。なんかエッチだな。あー、すまん。これ夢じゃないんだよな。スミレに会いたくて、俺の脳が見せた夢や幻想とかじゃないんだよな。こういう時なんて声をかけたらいいんだろう。いや、ただいまって言えばいいんだよ。ただいまって。話したいことはいっぱいあったのに、いざ再会したら頭が真っ白になってしまう。 BGM でけえな、なんか。BGM でけえな。てか、何か反応してやりたくて、俺は抱きしめる腕に少しだけ力を込める。そして、スマホケースに忍ばしてた写真を取り出して見せた。あ、持っていてくれたんだ。待ってたよ、スミレ。当たり前だろ。ス
スミレも俺と同じように写真の塊を取り出す。これでまた一つだね。また一つだね。お互いが持っていたものを合わせると元の写真、俺とスミレのツーショットになる。急に出て行ったりしてごめんね。なんかあったの？本当だよ、まったく。手紙読んだ？ああ、なんで急に出て行ったりしたんだよ。確かに。ヤブミが届いたでしょ？あれ、修行が終わったって書かれてたの。あ、そうだったんだ。主様と別れて里に戻れって。でも主様と別れるなんて考えられなくて。そう言ってくれるのはもちろん嬉しいけど、スミレは本当にそれでよかったのか。父上と母上に主様のことを話してみたの。それでね。それでどうした？父上に里から追い出されちゃった。死にかけ写真を選んだんだ。スミレはされるととんでもないことを言ってのけた。里に戻れなくなったということは、スミレは親父と、父親と感動でもしたのだろうか。スミレと生活していたらわかる。彼女は両親からとても大切に育てられたということだ。それなに、それなのに縁を切ってまで俺のところに来るなんて、スミレはそれでいいのだろうか。確かに。私は、主様と一緒にいたいから、後悔なんてしてないよ。言ってくれるじゃん、言ってくれるじゃん、スミレ。一人前の忍者になれたとして、なれたとしても、俺と一緒にいることができても、それじゃあスミレが幸せだとは思えない。スミレ？スミレを抱きしめる腕に力を入れると、彼女は不思議そうに顔を見上げた。もう元には戻れないけど、私には主様がいるから、寂しくない？いやー、なんかちょっとそれ考えると複雑な思いになっちゃうな。それを考えると複雑な思いになっちゃうけど、そっか、そっか、よかったな、でも。そこでスミレを抱きしめる腕に力を入れると、彼女は不思議そうに顔を見上げた。主様？スミレ、家族と縁を切るなんて、そんなことはやめよう。主様？それじゃあ、スミレは本当に幸せかどうかわからないじゃないか。まあそうだよね、確かに。そうだ、スミレの両親を認められないと、それで初めてお互いが幸せになれる。今まではスミレを待つことはできなかった。だから今度は俺がスミレのために動く番だ。かっこいい。私、縁は切ってないの？え？ああ、早めに会った方が。え？ってこと？ちょっと待ってくれ、スミレ、もう一度言ってくれるか？だから縁なんて切ってないよ。そんなスミレの発言に俺の頭は混乱し始める。ルサオも混乱し始めてる。じゃあなんで里から追い出されたなんて言ったんだ？あのね、また主様のところへ修行に来たの。どういうこと？修行？スミレの修行は終わったはずじゃん。もしかして不合格でもう一度とか。そんな、まさか。あれだけ頑張ってたのに一人前と認められないわけがない。スミレと目が合う。何なぜかスミレは赤面してうつむいてしまう。ねえ主様、お嫁さんになるにはどうしたらいいか。スミレさん、マジですか？お嫁さん、突拍子もない発言と語句にかえって俺の頭は冷静さを取り戻した。まさか、なあ、その修行って花嫁修行なのか。恥ずかしい、なんか。花嫁修行に来たのか。ここにいると懐かしすみれ。ふつつかものですが、よろしくお願いします。さっきよりも一層顔を赤くしながら言葉を紡いでいくすみれに、愛しさが俺を支配した。あれ、キスしちゃうんじゃない、これ。スミレ、この愛しさが伝わるようにきつく抱きしめる。抱きしめるだけでいいの？これからもずっと一緒にいような。スミレの腕に力がこもる。スミレ、好きだ。言ったね。死にかけ社畜。お前もう死にかけ社畜じゃない。お前はね、もう愛され社畜だよ。社畜だよ、愛され。私も主様のことは好きだよ。よかったね。よかった。
お互いの気持ちを伝え見つめ合う。すると自然と顔が引き寄せられていく。お、うわ、来るんじゃない、来るんじゃない、来るんじゃない、口づけを交わしたよ。今この瞬間に俺たちの関係が変わった。いやー、口づけしたな。うん。お、まさかの最終回だった。はい、皆さん、ようやく終わりですよ。長かった、ニンニンデイズ。ねえ、秋葉原、これさ、俺確かさ、秋頃さ、始まったんだよね。そう、夏の終わりかな？そう、夏の終わりにさ、始まって、なんか、うわ、ルサオも何？エッチなゲーム実況すんじゃんとかさ、周りから散々言われて、なんかサムネとかもさ、ほどほどにエッチなものにしようとしたりとかさ、努力したりとかさ、して、ようやく終わったよ。ねえ、スミレ、さあ、まあ、最初ね、都会慣れしてなくて、ここまで来るとめんどくせえなとか、散々愚痴ってたんだけど、今は違う。そんなこと言わない。あいつ、いいやつだった。いつだったよ。うん。いやー、ほんとに長かったね。え、これさ、俺、パートいくつか俺見てないんだけど、ちょっと見ていい？パートいくつなんだろ、今。パート多分、え、でも結構いってるよね。そう、最後なのにパートを数えてこないっていうとんでもないことしてるからさ。ちょっと待ってね。パート10か。パート10なのか、今ちょうど。あ、そうだね。パート10だ。はい。いや、これで終わりか。これアフターとかあんのかな？ちょっと見てみようかな。スミレとその後どうなったんだ、俺は。お、青空。スミレとの生活が始まってから数年後。うん。服変わんねえな。主様、朝ごはんできるよ。いろいろあったけれど、今はスミレと一緒に暮らすことができている。俺たちには変わったことが3つある。ほう。これは言うまでもないことだが、主と忍びではなく、彼氏彼女の関係に変わったこと。そうだね。同期や友人に自慢してみたい気もする。でも、スミレを見せ物にしているような気がしたため、今のところは誰も俺に彼女がいることを知らない。いや、言ってもいいんじゃない、 いるんだよね、ぐらいは。2つ目に変わったことは、俺が就職したこと。おお、やっと社畜になったか。スミレと一緒に暮らすためには、ある程度の稼ぎが必要だからな。それに、ゆくゆくは結婚、なんてことも考えたりしている。その時にフリーターっていうのは将来が不安になるだろうしな。えらいな、死にかけ社畜。このことを親に知らせたら、スミレに会いたかった。どうやら俺を就職させたことに感謝しているらしい。うん、感謝するだろう。感謝するだろう。20中盤までフリーターでやってきた人が就職してたら、感謝はすると思う。うん。家電の操作にもかなり慣れてきて、ちょこっとスマホを貸してほしいと言ってくる。連絡する先は決まって俺のお母さん。その度に俺の好きな食べ物や味付けとかを聞いてるみたいだ。さすがは花嫁修行中の女の子と言ったところとか偉いな。そういう彼女欲しいです、ルサオも。その修行の成果が、主様、目玉焼きは半熟でよかったよね。ああ、前回はあれでしたよね。あの目玉焼きをオムライスにする魔法を使ったりしましたもんね、忍法が。スミレが料理を作れるようになった。偉い。最近は俺の好みの味付けとかおかずを作ってくれるようになった。たまに調味料の種類や量を間違えてしまうことがあるけど、それはご愛嬌といったところだ。そうそう、半熟の目玉焼きをご飯の上に乗せるのがいいんだ。あ、ちょっとでもわかるな。ちょっとわかる。うん。これはわかるわ。そんな返事をしながら、洗面所で身支度を整えた俺は、スミレが待つ食卓へ向かう。いただきます。いただきまーす。うん。やっぱり二人で食べるご飯はいい。何より朝からスミレの料理を食べることができるのは幸せだ。あ、いいな、いいな、いいな。それはいいな。ちょっとそこ変わってほしいな。あ、そうだ。今日は帰りが遅くなりそうなんだよ。ほう。そうなの？じゃあ、ご飯はどうしよっか。スミレの料理は絶対に食べたいから、残しておいてくれると嬉しい。いや、100点満点の回答だな。さちくん、お前、100点満点の回答だな。今では母さんから聞いたレシピを作るだけじゃなくて、ネットに載っているレシピを試したりしてみて、レパートリーも日に日に増えている。うん、いいこと。
スメヨン料理が楽しみになってしまい、仕事から帰るときに家の前で晩飯のメニューを予想するのがマイブームになりつつある。で、幸せじゃん、幸せじゃん、大事にしてけ。なんで急にスメヨン料理に読めない。舌鼓を打っていると彼女と目が合う。どうした？え、いや、なんでもないよ。なんかあるよ、これ。何か気になってることがあるんだろう？うんと頷くすみれ。ああいうごまかし方をするときは、大体何か気になってることがあるときや、何かお願いしたいときだっていうのは分かってきた。笑わない？笑わないって。あのね、ウェディングドレスと白むく、どっちがいい？うわー、お前予想していなかった問いかけだった。大丈夫？ああ、大丈夫。確かに、いつかプロポーズしようとは考えていたけども、いろいろすっ飛ばした質問に思考回路がショートしそうだった。主様の母上様と、私の母上が関係してるんだよ、ね。なんでベルト盛りになってんの？何を勝手にしてるんだよ、母さん。その時に、ウェディングドレスか、白服で喧嘩になったらしい、ね。そっか、まあ、家柄的にね、そうだもんね。そんな返事をしつつ、スミレがウェディングドレスが白服を着たところを想像してみる。あ、ダメだ。絶対見惚れるに決まってるだろ。というか、スミレならどっちも似合うだろうな。言ってやれよ。そういえば、スミレはウェディングドレスがどういうやつか知ってるのか？ううん、知らないよ。あ、知らねえんだ。まあそうだよな。じゃあさ、今度の休みはウェディングドレスがどんなものかを見に行くか。おお、いいね。行きてー、ウェディングドレスデート。それから決めても遅くないだろう。プロポーズの前に式で着るものを決めるってどうかと思うけど、いいんじゃないか。よし、あとはちょっと時間が取れたらスミレの両親にも挨拶しないとな。スミレと付き合ってる男がどんな人なのか気になるだろうし、安心させるためには会っておかないとな。よかったら親父さんたちのところへ行く前に買いたいものがあるんだけど。何？買いたいもの？服とか。まあ服ずっと変わんないしな。そうじゃなくて、ほら、そろそろ主様じゃなくて名前を呼んで呼んでほしいかなって思ったりするんだけど、ちょっと待って、嫌だよ、顔する。スミレは一瞬ポカッとした表情になり、そのまま顔を真っ赤にしてうつむいてしまう。そうだよね、うん、そっちの方がいいよね。ああ、いいです、そっちの方が。息を整えて俺の名前を呼ぼうとするが、口をパクパクと動かすだけで漢字の名前が出てこない。出せ。やっと出てきた言葉は俺の名前ではなかった。まあ名前でもだ、お病院ってことでな。ごめんね。いいんだよ、泣かないで。主様って呼ぶのに慣れちゃってるから仕方ないって。今はまだこのままでいい。少しずつ変わっていけばいいんだから。うやく、もうこんな時間かよ。俺はご飯を口の中へかき込み、お茶で流し込む。ごちそうさま、すまん、すみれば、すみれ、仕事行ってくる。なんで最後のいい時点で噛んじゃったよ。すみれ、仕事行ってくるな。はーい。あ、ちょっと待って。何？玄関に向かう途中で、すみれに小さな罪を渡される。はい、お弁当。お仕事頑張ってね。あざます。にっこりと微笑むすみれ。あ、いつもはありがとな。うん。俺はすみれに見送られながら家を出たのだった。エクストラって何？ごめん、エクストラって何これ？見ていいのかな？あ、ここで振り返れるの？ここで振り返れるのね。ちょっと見ていきますか。いや、ちょっと語りながらね、思い出を。あ、そうでしたね。まずここのね、サムネね、1話のサムネね、こういう感じで倒れてましたね、スミレ。あ、本当にいいお尻してますね。はい。で、なんかね、風の忍法を使いながら走ってきましたね。かっこいい。エフェクトかっこいいですよね、やっぱり。普通に。ああ、そう。公園で火を吹いたりしてましたね、ここは。で、犬に怯えたり。これ、パンツさ、大丈夫？パンツさ、これ、YouTube 大丈夫かな？あ、そうですね。これがですね、この回がめちゃめちゃね、皆さん、
皆さん、むっつりなんで、みんなで見てましたね、ここ。がっつり見てました。再生回数これだけめっちゃ高かったもん。そうね。こういうイベントもありましたね。あ、これです、これです、皆さん。これね、今さ、目玉焼き作ってるじゃん。この後ね、オムライス作るから。おかしいよね。この状態からなぜかね、オムライスになるんだよ。一緒に風呂も入った。一緒に風呂も入ったね。スミレと一緒に風呂も入って、で、服似合うか確認されて、そうそうそう、区内も投げられて、で、ベッドで、こう、一緒に寝てましたね。お腹のチラリズムはちょっとエロいですね、やっぱり。最後、部屋のね、さっきの、これサムネですね、もう今日の。よかったー、よかったー、なんか、すごい、なんか長くて変な流れになるんじゃないかなってちょっと心配してた。でも、よかったよ、二人が結ばれて。ミュージックもいっぱいある、なんか。そっか、ミュージックもね、あるもんね。どんな、ちょっと、なんか流してみる？エンディングか、これ。これでも俺ちょっと好きですね、エンディング。はい。ということでですね、ニンニンデイズ、皆様、ついに、完結でございますよ。長かったー。ねえ、最初はさ、このゲームさ、ちょっとさ、エッチじゃん。だからさ、YouTube に赤バーされるんじゃねえかなって、不安に思ってました、私も。でもね、YouTube はね、子供たちに見せてやりなと言わんばかりんで、私の動画をね、無事に何の作業もすることなくね、ね、動画を世界中に届けてくれることで許してくれました。ありがとうございます。なんで俺動画投稿サイトに感謝してんだって話なんだけど。いやー、よかったね。で、多分ね、今日これを見てる人で、最終回から入ったっていう、ね、とんでもね、視聴者もいると思うんだけど、ぜひね、最初のパート1からね、ここまで、そのまま再生リストにあるんで、見ていってください。はい。いやー、でも、これでね、ようやく、二人はね、普通の幸せを得られたっていうことですね。あんまり最後に突っ込みたくないんだけどさ、表示された画像とさ、下のさ、ここに選べるさ、キスしてる画像、違くない？